みんなの住んでる都道府県の治安を色別で表したのがこれなんだけど、大阪が一番犯罪遭遇率が高いです。次があの兵庫県、3位が東京だ。秋田が一番犯罪に遭遇しない県で、岩手、長崎と続きます。大学生がさ、闇バイトに手染めちゃったり、窓ガラス割って住宅に侵入して金を盗もうとするヤバめの犯罪がよくニュースで報じられてますけど、なんか最近増えたよね。記憶に新しいのは銀座の高級腕時計店、10代の捨て駒実行犯が捕まりまくってましたけど、日本の治安が悪くなったのかなーってみんな思いましたよね。恐怖恐怖恐怖。所沢国分寺で住宅に侵入して現金を奪う事件がありましたよね。最近奪ったのは現金8万円だったらしいけど、日本社会への不満が一番悪い形で見え始めているような気がします。ちなみに割れ窓理論ってのがあって、割れている窓を放置しちゃうと他の窓も割っていいんだっていう人が増えて犯罪が起こりやすくなるっていう理論だ。路上に落ちているゴミとかも綺麗にしとかないと、あ、これ捨てていい路上なんだって人が増えてくって考え。もし自分の家の周りが汚れていたり窓が割れていたら、綺麗にすることで犯罪から逃れることができるかもしれませんよ。日中でした。